はい、じゃあ残りね15分ぐらいで、うん、と21年の問題もですねちょっと見ておきたいと思います21年の問題になります、はい、じゃあえー、っと問題冊子の方ですねこちらの方見ていただくと6ページですね消費者団体訴訟制度のところのお話ですこれは差し止めと被害回復ですのでまあそれぞれの制度 の趣旨とだからまあどうしてこの制度があるのかっていうことですねあと概要ですからこちらの場合についてはある程度内容簡単な内容でこれらの制度を一層機能させるためには考える方策これはもう自分の考えでもいいと思うんですけどねだから書いていただく内容はこれ800字なんですけども結構たくさん書かなきゃいけません、はい、書く内容たくさんですねじゃあ見ておきましょうか これですね、えー、解説冊子です,、ね、ですね。解説冊子の8ページ見てください解説冊子の8ページですねどうですか、はいえー、差し止めと被害回復ですねで差し止めと被害回復はこれ制度趣旨が違ってて差し止めに関してはこれは被害の拡大防止なんですよ だからこの場合ですね、被害拡大がおそあの起きないで実はですね、これ恐れのある段階でも差し止めできるんで予防もできるわけですね。だから悪いことをする悪徳業者が不特定多数の消費者に実際悪いことをしてんだったらこれやめろっていうことを言えれば差し止めれば拡大が防げますよね。でこれ恐れの段階であっても特定、えー、あの多数特定 不特定多数の消費者に対して悪いことをやる恐れがある段階でも差し止めでできるんでと予防にもなりますよねだから差し止めについてはどちらかというと消費者の未然防止とか拡大防止という趣旨なんですよね。で一方被害回復については これはっっっちゃった後の問題だから金で解決っていうまあ被害者様かわいそうなんでせめてものをお金で解決という問題になってきますのでまあ大変言い方悪いんですけどももう怒ってしまったものに対してはまあもう戻すこととかできないわけですよ。じゃあせめてものということでじゃあお金でなんとかしようぜっていうような話ですよね。 あのお金でか全ては解決できませんけれどもせめてものということですよ。もうだって過去に対する、うん、と被害が出ちゃってますからね。であとこれはどういう手続きがいるんだということじゃあこの2つの差し止め制度と被害回復制度をより機能させるためにはどうすればいいかということですね。まあこれ自体のことを知らない方がいらっしゃるんでまあこういう制度があるんだよっていうことを積極的にまあアピールしていったりとか。 あとこの2つの団体ってですね非常に、はいえー、財政的基盤がですねね脆弱なんです、ね、ですすから、まあ、支援する寄付金なんかを集めてこれらの消費者団体に対して財政的支援を行っていくとかねそういうことがこれらの制度をより機能的に高めるんではないのかなというところをまあ書いていただければいいんではないのかなと,となるとこちらの方ですね見方としては、はい、3つに分けました。 でまず何が書いてあるかとい1個目見ていただければと思います。こちらですね消費者団体の差し止めの制度と概要という形でまとめさせていただいたということです。はい、ですから差し止めなんでこの場合はやめろっていうわけねんよろしいですかね。でこれはたとえ被害にあった消費者の救済が個別事後的に図られてもこれは拡,拡大を防止する必要があると。だから この場合拡大防止のために差し止めができるって形になりますですね。でこれは実際恐れの段階でもできますのでね。これからはあのそういう被害が発生する恐れがある段階でもできますので予防にもなるということになります。で概要としてはどうなるかっていうと適格消費者団体というまあ内閣総理大臣からね。 にてされた、まあ、選ばれた消費者団体が不特定多数の消費者の、まあ、利益を守るためにえやるわけですね消費者、えー、契約法とかあとは景品表示法とかねあと特賞法とかね食事の、えー、表示ですね食品表示法なんでですすこれらについてもですねかなりですね。ね試験のマーク 2021年のところで過去問でかなり出てますのでそちらの方で知識は整理できると思いますのでしっかりと知識の方を整理しておいてくださいよろしいでしょうかねはいここに、えー、被害の拡大だから被害をこれ以上増やさないように差し止めるあと恐れのある段階でも差し止めができますので、はい、この場合は発生防止ができるということになりますねで一方ですね回復制度の方を見ておきましょう <laughs> で回復制度についてはこれ被害が起きちゃった場合ですねで個々に訴えてたらこれなかなかできないんで適格特定適格消費者団体適格消費者団体の中から,さらに選ばれたものがこれが財産的被害に対して回復できるという形になります。こここれれれはははでででですすすねねね段段階階にになっててい目ではこれはお金です、ねはい、これが本当にです、ねえー 支払い義務があるのかかどうか業者に対して、ね、これを確認しますで確認がも認められると2段階目で個々の消費者の返還額の確定誰にいくらというのがなってくるでお金が戻されるという形になるわけですねじゃあこの2つの制度をより高めるにはどうすればいいかと,いとちゃんと説問に答えると1つ目はこういう制度があるんだってことを知らない人がいるんでこの制度をしっかりと認知していただく形になります。 であとは財政基盤が非常にこの消費者団体弱いんで募金なんかができ,できますのでこういう募金でまあお金があればね、まあ、ちょっと言い方悪いんですけどお金と人があればより機能させることができますのでね、まあ、このような形でことを書くということになります。でここなんですけど少しだけ皆様ですね、えー、っと知っとくといいのがこの 消費者裁判手続き特例法、これ何ですかというと、いわゆるお金をもらう方の話です。いわゆる、えー、被害回復制度ね。こちらの方なんですけれども、公式テキスト2の方ですね、はい、43ページになります。公式テキストの43ページですね、ここですね、ちょっとこれ見ていただくと。 でこれはえー、っとこっちから見とこ,ここにですねと42ページの下の方に特定的化団体による被害回復制度ということになりますこれで消費者裁判手続き特例法の話ですねこちらの方になりますでここのところの1個目だけでとりあえずいいです、はい、これ見てください。 対象となる損害の範囲に遺写料を追加ってなってますただし基礎的事実関係が共通で財産的被害を合わせて請求されるものであって故意,のか、うん、と故意の加害行為による場合をに限るって書いてます。で簡単に言うと一定の場合には慰謝料請求ができるようになりましたということです。これは 改正点ですですからこの場合ですね、はい、一定の慰謝料請求権が追加されてこれは精神的苦痛に対するお金も、えー、今,今後は請求できるということになります。今までこれ実はですねできるようになったきっかけというのがある事件です。 これは何かというと皆さんもご存知かもしれません。教科書の81ページ、公式テキスト1ですね。はい、公式テキスト1。これは被害回復事例ですので、これも、まあ、結構この教科書のいろんなところに書いたんですね、この制度がね。ここですね。ああ、ちょっと写し方がです、ね、難しいんですね。これかな。ちょっと曲がってます皆さん見ますか81ページ、皆さんまあ手元に用意してください。ちょっとこれ ちょっと載せ方の関係でですね教科書が詰まっちゃうんです、ね、ちょっとあこれでこれがいいかなはいこうですね東京医科大学が性別浪人数あと、えー、学校行動などの理由に、えー、不当に選抜基準を設けたいわゆるこれ女性とか浪人の数が多い人が要するに不当な差別を受けたわけね で本来であれば合格してたんだけども不合格になっちゃったって話ですねでこの場合検定料の返還を求めて東京地裁への提訴事例があったということであくまでも受験料しか戻ってこないんですよで医学部ですから人生かけて、まあ、あの医学部の試験を受けてらっしゃる方がほとんどじゃないですか。というのは精神的な苦痛というのはやっぱり受けてるんですよね精神的な被害とかね。じゃあそれは当時はこの場合ですね請求できなかった。 ただそういうこともございましてこれれ改正されました、まあ、こういうものがありましてこれは改正のきっかけの一つになりましたん、ね、でだから今は慰謝料請求、まあ、一定の場合ですけども慰謝料請求ができるようになりましたので、まあ、ちょっとねこの論文を書くときにあたっては今の場合については慰謝料請求も一定の場合にはできるというところをまあプラスアルファで追加して書いていただいてもいいんではないのかなというふうに思います。 はい、そうするとですね、えー、っとこちらの昨年ですねあ違う1昨年ですね一昨年の問題もいやいや最初のですね、えー、消,費生活消費者団体訴訟制度の1と2については制度趣旨と概要なんでこれはやはり知識的な問題ですよね。で知識的な問題について特に法律問題に関してはこれは知ってないと書けませんので。 まあこの2つのつ制度をまず知らなきゃダメですねで知って書いていただいてでこれらの制度をより一層重実さめに考えられる方策ここに関してはあなたの意見というような形で書いていただいてもいいのかなというふうに思います。で実際はあなたの意見なんですけどこれ自体も課題として出てるんですねもうすでに消費者団体訴訟制度の課題としてやっぱり認知されていないとかね。 あと消費者団体自体が財産的な基盤が非常に脆弱だということは言われてますので、まあ、そこからでもいいですしご自身で考えていただいても、まあ、それらの意見を自分の意見としてねパクっちゃっても使っちゃっても全然いいと思うんですけど、まあ、最後の部分がいわゆるあなたの考え的なことになるのかなと思います。ですからまあ法律分野についてもいやいや知識的なところが多いですかね。この場合は最後にちょっと書く感じです で昨年についてはまあ事例についてはまあこれも知らなきゃ書けないんですけど昨年についてはねで事例についてでえっ、ー、と対策ですね被害防止の対策まあ自分の意見書こうと思えば書けるんですけどまあ消費者教育ですね誰を対象にどういう教材を使って具体的にはどういうところを重点的にまあ教育するのかっていう話ですよねで法的なさまざまなものこれ完全な知識問題です救済するために まあ、どの法律を使うかってことはやっぱりちょっと考えなきゃいけないんですけどその考えた法律についてはこれはあのこの法律を使って取り消しを主張するとかねそういう話になりますので基本的にはご自身の,、まあ、あの考えるポイントとしてはどの法律を使うかことは考えますけれどもあの法律の要件効果っていうのはこれは、えー、ともう知識なんでね。 だからどちらかというと法律問題に関してはやや知識的なところなんかを聞いてきてるんで、まあ、あの自分の考えよりも知識でまず書けるかどうかね、えー、3分で決めていただいて、まあ、これだったら結論までいけそうだものになったらで救済については基本的にはやっぱり法的解決ですよね法,法的解決ですよね。 で防止策については基本的な消費者教育っていうのが高齢者だろうが若者だろうが一緒なのかなとですからご自身でまあ若者に対しての消費者トラブルの特徴具体例そんで防止策と救済策それから 高齢者様に対する消費者被害の特徴と具体で同じようにねそんであとまとめておくとするとそれぞれの防止策とそれからえっと救済策で高齢者の防,止あの防止策については地域による消費者教育ですよね地域による消費者教育っていうのがやっぱりメインになってくるのかなと思います。まあ、地域にに関してててははどどちらかとととといいうう行行政政主体というこななっくくるんでですけど行政だけだ まあ、いわゆる見守りネットワーク的なものを活用しながら、えー、みんなで、えー、独居の、えー、高齢者様を支えていくというような体制ですよね。なんか子育てをみんなで子供を育てていいくの逆パターンみたいなイメージです消費者に関しては、えー、高齢者独居の高齢者様を地域全体で見守っていくという体制ですよね。それも少しイメージしていただくと。で救済策についてはこちらについても、まあ、法律的な解決。 という話がやっぱりメインになってくるんではないのかなというところになりますはいというところでですね2つ、えー、ご紹介の方をさせていただきましたということになります